おい、でかすぎだろ。ちょっと。はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回も元気よくやっていきましょう。シンゴブリ村攻略機クラカジャンルの、ケスケリ曲の、ケスケです。ポーン！ということで、4年ぶりにやってきたシングルプレイですね。新ステージですね。もうね、年末ということで、年末スペシャルということなので、ちょっとね、シンゴブリ村攻略機の更新頻度めちゃくちゃ高くしておりまして、で、今回は最終回でございます。もうね、視聴者様がね、どんなステージが見たいというリクエストいただいてるのはもちろんのこと、俺自身がマジでどんなマップかマジでめちゃくちゃ見たいんで、ほんと更新頻度ね。高くて、で、今回最終回といった感じになっております。なので、今回ね、猛毒の広場、見えないジレンマ、モマの惨状、こちらのね、ステージをね、攻略していこうと思います。ちなみに過去のね、ゴブリ村、攻略機ですね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひ、どんなステージなんだろうってね、他のステージ見てみたいなって方ね、ぜひぜひそちらからご覧ください。もしくは、右上のおすすめの方にですね、再生リスト作成しております。そちらの方で、冬休み暇だなって方ね、そちらの方から一気見するのも、いいと思います。ということで、コーヒークラカー動画毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、あとチャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速にゴブリン村攻略機やっていきましょう。レッツゴーさあ、まずはやってまいりましょう。まずは、猛毒の広場ですね。はいはいはい。あ、ちなみにね、俺の右上の資源ね、なんでこんな1億ゴールド、1億エリクサーあるかって言いますと、ね、クラッシュマスパック買ったら、ありえない資源量になりました。ちょっと、使い切んないともったいねえよと。ゴブリ村の資源もったいないんじゃないですか、ケイスケさんって。言う人いると思うんですけれども。まあ、もう、使い切る前に、資源を使い切る前に、早くゴブリ村どんな村なのか見たくてしょうがなくて。やっておりますね。今回もね、突撃艦スパーチャの、インビジクローンで、やっていこうと思います。さあ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 。まあ、インビオタワーが、まあ、16本ぐらいあるチート村ですね。はい。チート村に対してやっていきます。で、2、3、4とやってて、ボールブレイカーが死ぬタイミングぐらいでやっていきます。で、さあ、さらに、どんどんシュパシュパね、削っていってもらっていきますよ。さあ、いいですよ。いい削り具合だ。で、あと、ラスト、スパーチャー。ま、あ、まだ、いいね、いいね、いいね、壊すね。壊すね、いいよ、いいよ、いい壊し具合だ。さあ、さあ、これで、どん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 削りの方やってて、あ、待って、スーパーボール、待って、スーパーボールブレーカー、待って。スーパーボールブレーカー、大量に持ち込みすぎた。ま、いいや、で、これで壊してってもらっていって、さあ、で、やっていきましょう。で、あ、やばい、ちょっと対空砲あったのに、もうちょっと、出しちゃった。やべえ、やべえ、やばい。やばいですけど。で、待てよ。スーパーボールブレーカーを大量持ってきたらここで生きるかもしれないぞ。あ、そんな生きなかった。意味なかった。意味なかったですけども。さあ、これでどんどんぐるっと回していけば、今回結構余裕そうだな。余裕で全開できそうじゃないですか、これ。あ、でもポイズンタワーが痛いな。で、テスラ、おお！これテスラ何本あんの？テスラ多くね？ちょっと、ちょい。聞いてねえよ、テスラ。テスラ何本あったの？インビオタワー16本のチート村かなって思ってたら、主役こっちですね、おそらく。これ主役テスラでしたよ。待って、テスラの量。おいって。で、ポイズンタワーが何気に結構嫌。さあ、スーパーウォールブレイクで、中入ってって、もらっていけば、意外とじりじり削られるの痛えな、これ。痛えな。痛いぞ、これ。やべ、全開できない可能性出てきたぞ。ある、全開できない可能性全然あるぞ、これ。まずいな。さあ、どうだ？待って、エレクトダイタム風邪言ってる。さあ、待ち、イメン、はい、壊せ。オッケー、壊せって。あー、クローカーがすられた。どうだ、クリアできるよ、これ。ちょっと、タゲ取り用のスーパーボールブレーカー。あー、全然タゲ取れてね。全然タゲ、あー、待って、どうだ、いけるか？あ、全開ならず。マジか、強い。一発でクリアできなかった。はい、じゃあね、ちょっともう一回ね、やってみましょう。さっきね、初見だったからね、気づかなかったけど、テスラ型身とかもスパーチャで、壊すことができたら美味しいと思うんで、こういう風にね、あらかじめ引っ張り出しておきます。で、からのバルーンで突撃艦ウォーデンかな。そう、
そう、すんってなんだ。そうやっていけば。はい、あとは引いてって、で、スパーチャで大量のね、テスラもね、これね、壊すことができると思うんで、さっきよりか、まあ、DPS 上がって楽になるんじゃないかなと思うんで、これでやっていきます。さあ、喋りながら、俺ね、いつも、あ、いつもクラン対戦の時、黙って数えながら、インビジブルのね、呪文ね、数えながら、やってるわけよ。だから喋りながらだから、結構ね、ミスるんすよ。ほんとで、大丈夫。大丈夫だよね。ほんと、皆さんほんとやってみてください。喋りながら。実況しながら。ほんとむずいですからね。で、あ、いいね。ウォーデンちゃんも生き残って、合流してきてくれて。あ、いいっすね。いい流れですよ。で、対空砲壊れてからヒーラーをね、足していく、流れになっていきますね。あ、待って。左のインフェ残りそう。残りそうだな。ロイちゃん出すか。ロイちゃん本当は出したくなかったんですけど。さあ、こうやってやっていけば、まあ、さっきよりかは、多分楽になるんじゃないですか。あ、でもね、意外とね、マルチインフェね、これだけあるとね、4本か。4本ってバカになんねえし、このポイズンもね、ヒーラーのね、回復速度も落とすんで、意外とバカになんないぞね。継続ダメって意外とバカになりませんからね。こんだけ4本もありますからね。4本。で、合計16本もありますからね。テスラに至ってこれ何本あるんだよっていう話ですけど。ですからね。なんですけど、ちょっときつくなってきたな。やばいな、これ。あ、やべ、クリアできない?このステージ。むずくない?きついぞ、だいぶ。だいぶちょっとキングとか、あー、ロイちゃんも落ちたか。キングもフィスト能力使っちゃったし。行ってくれれば、あー、待って、キングも落ちて。さあ、どうだ、これ。いけんのか。あれ、さっきよりかは修正していい感じでいけると思ったんだけどな。ダメ?できない?どう?クイーンも、もう能力ね、これね、使っちゃうよね、これ。やっていくと、さあ、どうだ、これ。さあ、意外とね、このレベル高いインフェタは火力高いですからね。バカにならない。さあ、いけ。頼む。どうだ?いける。いける。あっぷんね。ギリギリ、俺。やばいな。強いな、このステージ。待って。次のステージがもう、ほんと怖い。はい。ではね、次のステージですね。見えないジレンマですね。一回ね、ちょっとマップ見ました。呪文タワーのインビジブルが大量の村でした。なので、ちょっと村見てね、さすがにもうプランニングしないときつそうで、おお、そらすけがやばい。はい、インビジブルの呪文がこんだけあるんですよ。一回プランニングしたんですが、ちょっと待って、誰が俺のインビジか分かりづれって、これ。どれが俺のインビジか分かりづれ、これ。マジふざけんなよ。呪文タワーの呪文ね、ほんと自分の呪文、が、どれか分かんなくなったりするっていう仕様だからさ、すっげえ辛いんだよね。もうちょいそれなんか、ちょっと、なんか下方修正来てくんねえかなって思う。マジで見づらくなってビビるんだよね。特にゴブリン村とか、こんだけ呪文タワーあったら。なんですけど、まあ、おったんで、まあ、ここからエレクトロタイタンいつものように出していく流れですかね。今回に関しては、まあ、楽かな、結構。ただ、さっきのね、インフィオタワー16本の村がきつすぎたんで、それに比べたら今回楽そうに思うんですけど、まだ、ただわかんないですよ。やべえトラップ出てくるかもしんないんで。と、クイーンそれてんな。クイーンそれててやばい、対空爆弾めっちゃ出てきてヒーラーがもう死にそうなんだけど。もう全滅しそうなんだけど。大丈夫。これいける?まあ、大丈夫そうかな。まあ、さっきよりかは楽か。さっきよりかは楽。ああ。いや、えげつないなぁ。呪文タワーのあれだけの量とかもさ、やばいし、対空爆弾、トラップの量とかも、多分今ヒーラーが通ったところ、何十個もある、あったんじゃない?こんな一気に死ぬもんかって言うからしな。あー、よかった。見えないジレンマはね、簡単に全開できますね。さあ、そしたらいよいよ、ラストステージですね。では、参りましょう。ラストステージ、モマの参上、参ります!さあさあさあ、早いもので、参りますよ。村としては、まあ、イーグル砲2つ、まあ、いつも通り。で、まあ、モノリス2つ、まあ、投石1個。まあ、今までの村と比べたら、まあ、そこまで厳しくなさそう。あとだ、防衛軍がね、何が入ってるか、ひょっとしたら巨大ドラゴンが2体とか出てくるとかね、全然ありそうなんで、ちょっと、やってみましょうか。では、いつも通り、もう、今回もお世話になっております。はい、
トツスパでやってみましょうか。で、まあ、ここは一回トームやっていけば、あ、あ、ボーイングベッコ、お、はい、あ、そうですか、みたいな感じで、あー、ただ、ちょっとあれですね、嫌っすね、ちょっとダブルポイズンが結構きつそう。ダブルポイズンだいぶ嫌。あー、そしてインビジもだいぶ嫌。インビジもだいぶ嫌だけど、さあ、こっから削りの方ね、シュパシュパとやってってもらいましょう、いつも通り。で、やっていけば、あ、これタウンホールがあれだ。あれ、家庭やつ。これ、10周年の歩みで出てきた。タウンホール、めちゃくちゃ家庭やつだ、これ。HP1 万あるんじゃねえのっていうような。そんな村が出てきましたが、まあ、ある程度削れたんで。ちょっと待って、嫌な予感がするぞ。このペッカーあれじゃねえか？なんかでかくねえか？あれじゃねえか？え、待って。ちょっと待って。怖いぞ、待って。こいつひょっとしてあれか？お前、ペッカ、通常ペッカじゃない、でかいぞ。あ、ふざけんな、おい。あれだ。メガペッカだ。待って、これ、範囲攻撃の。おい、ふざけんな、範囲攻撃。空のユニットによって、大したの。攻撃できる。メガペッカじゃねえか、おい。これ、クラッシュコンっていう、6年前くらいのイベントにも出てたし、あと去年のチャレンジとか出てきた。あの、超巨大ペッカ。空に対しても攻撃できるし、はい。範囲攻撃。範囲攻撃なメガペッカ。で、こいつマジで強いからな。待って、で、ほら、おい、ふざけんな、おい。ロイちゃんが一撃で瀕死な、おい。やめてくれ、こいつマジで。おい、なんで範囲攻撃なんだよ。はい、じゃあね、とりあえず、あの、インビジスケルトンコウモリで処理する方法があるんですよね。あの、クランジョ高等テクニックで。それをね、ちょっと、やってみようと思います。いきますよ、こっから、スケルトンコウモリで、ベージからの、インビジ。で、あー、マルチインフェ隠しちゃった。まあ、いいや。で、これで、まあ、マルチン、あ、まあ、まあ、クランジョ壊していくんですよ。ちょっと、え、なんで出た？え、待って、なんで出た？なんで出たの？え、待って、スキル、え、なんで出た？え？あ、あ、そっか、あ、あれか！あれだ！ドラゴンの巣のクランジョも、あれ、スケルトンの呪文で壊そうとすると、巨大ドラゴン出てくんのよ。そういう仕様、出てきちゃう仕様になった？はい、もう一回やっていきますよ。え、マジで言ってる？インビジスケルトンで、待って。レイジ、インビジのスケルトン。あ、待って、そっちじゃない。下手すぎてごめん。これ、ある程度ダメージ与えると出てくる仕様になっちゃってる？これ。ひょっとしたら。で、隠し、あ、やっぱそうだ！おい、ふざけんな！ふざけんな。絶対出てくる仕様とか。ダメだろ。メガペッカ、絶対出てくる仕様とか。ふざけんな、処理しきれるわけねえだ、こんなやつ。ちょっとね、気になったことあるんで、確かめたいですけど、こいつさ、メガペッカってさ、通常のペッカの、どんぐらいでかいんだろう。ちょっと気になるから、ちょっと引っ張り出してって、通常のペッカの何倍ぐらいでかいんだろう。ちょっと気になったんで、やっていきます。ちょっと。気になったで。なんか絶対でかいよね、普通のペッカより。強すぎだろ。え、待って、通常のペッカと比べたい。ちょ、引っ張り出すわ。引っ張り出してって言ってあげて。さあ、行きますよ。こっから、ちょ、通常のペッカ出していきますよ。何倍でかいんだろ。おい、でかすぎだろ。ちょっと。いや、レベル高いペッカもでかいんだよ。でかいっすけど。この小ささ何、え、全部、待って、範囲広いし、しかも。こっちのペッカ、殴ったらこっちのペッカ死んだんだけど。どういう理屈よ。それ、範囲どんなもんなの？範囲広くねえか？範囲広くね？範囲広くねえか？
あ、まあ、違う、これ、こいつあれだ。多分、攻撃したところに範囲じゃない。あの、こいつの付近に爆破が起きるってことだ、多分。こいつの後ろにいたあーちゃんも、死んでて、待って、チートすぎるってこれ。倒せねえって。はい、じゃあね、そしたらね、あの、攻略法の方、海外の動画探してきて見つけてきましたんで、そちらやっていこうと思います。まずね、レイジエレクトロタイタンで12時を区画をね、削ってって、リックスケットが処理してってあげて、フレームシューターで区画を削っていくみたいです。おいおい、ゲースケの草野郎と自分で見つけやがれって思った人いるかもしんないんですけれども、あのね、あの、いつもね、チャレンジの先行プレイ動画、攻略法動画出してんじゃないですか。あれはね、もうチャレンジってさ、もう決まったユニットがもう、こうね、もう持ってる状態で攻めるじゃないですか。だから何回も失敗したらすぐやり直してトライってできるじゃないですか。でもこのシングルプレイってもう、ユニットできるまで、編成できるまで待たなきゃいけないんですよ。なんでめっちゃ時間かかるんで、撮影時間が。これ、多分ね、自分でユニット作って、まあ、エメポチしてもいいんですけどね、これでエメポチしてたって、多分めっちゃエメ使うと思うんで、ちょっと時短とかも兼ねての、海外動画の方にお助けいただきました。多分ね、時間で多分ね、俺これ、数時間かかると思う、攻略を見つけるのに。なので、あの、時短のため。で、あとね、撮影時間が長すぎると、データが膨大になってしまって、俺のパソコンね、データがいっぱいですって言って、編集できなくなったりする時がありますんで、ちょっと、それご了承ください。なので、はい。フレームシューター削ってって、で、アーチャータワーとか削ってってほしいから。で、ここら辺をね、削っていくらしいんですよ。で、そしたら、レジタワーの前を、あー、待って、アーチャータワー削ってほしかったな。レジタワーの前、呪文タワーのレジの前をスーパーウォールブレイカーで開けて、で、エレクトロタイタンたちを、ラッシュでこう、ぶっ込んでいくみたいな感じの攻め方になるみたいなので、やっていきましょう。さあ、いきますよ。こっから、そろそろスーパーウォールブレイカー出していいっすね。で、からの、壁開いたらですね、ここからエレクトロタイタン出して、バルーンでトラップ解除ですね。これトラップ解除のバルーン。で、やっぱね、ウォーデンが出せない。ウォーデンが出せなかったんだけど。で、まあ、キングクイーン、ヒーラーをね、出してて、一気にぶっこ抜いていくと。で、はい。メガペッカが出てきたんで、レイジからの、待って、処理できてる。エレクトタイタンやられてない？やられてないよね。よかった、よかった。で、そしてさらに中心部分、レイジからの、モノリスに、スケルトン呪文とフリーズでやっていって、タゲ取って、で、一気にぶっこ抜いていく感じです。はい。で、はい、これで、もうね、中心部分、もう真っ二つにしていきました。で、残ってるモノリスの方にロイヤルチャンピオン出していけば、はい、全開できるよねって感じなんで。一応、メガペッカ倒せる。倒せてよかったっすね。とりあえず、もうゴリ押し。ウォーデンのトームとエレクトタイタンキング。で、レジで、もうゴリ押して一気にメガペッカを処理していくみたいです。いや、本当にさ、ふざけんなよ、あのラスボス。なんで陸ユニットなのに、一撃でロイちゃんとかキング瀕死に追いやって範囲攻撃。マジで、うん、強いわ。あ、でも、なんか、スーパーユニットとしてメガペッカやってきてほしい。スーパーユニットでやってきてくんねえかな。もう100枠とかでいいからさ、使ってみたい。メガペッカ。いいな、俺も使ってみたいな、メガペッカ。マジで楽しそう。メガペッカね。あんなやばい化け物使ってみたいわ。はい。ということで、今回はですね、新ゴブリン村攻略機ですね、ラストステージまでですね、攻略してみたっていう動画、多くしていきました。いや、メガペッカが出てくるとは思わなかったんで、マジでタウンホール15じゃないと、クリアできねえんじゃねえかなって、思いました。はい。ということで、こういう風にね、クラクラ動画ね、投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいますので、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あと友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。